1697年5月7日のトレクロノル城の火事に際し、城から祖母やテーと共に避難するヘドビグソフィアヘドビグソフィアアウグスターブスベイリエは、スウェーデン王カール11世とその日で、デンマークノルウェー王フレゼリク3世の娘である、ウルリカ・エレオノーラの間の第一子、長女。カール12世、ウルリカ・エレオノーラ女王の姉。シュレースビヒホルシュタインゴトルプ公。 フレゼリク4世と結婚した。ソフィアは、母の死後、弟ーたちと一緒に、父方の祖母のヘートビヒエレオのオーラの手元で育てられ、祖母から、強烈なハンデンマーク感情を植え付けられた。1698年5月12日に、カールベリー宮殿において、シュレースビヒホルシュタインゴトルプコフレゼリク4世と結婚した。ソフィアとフレゼリク四世は、母親同士が、 姉妹のいとこ同士で、フレゼリク4世はヘー、ヘイトビヒエレオノオーラの老いでもあった。この政略結婚は、スウェーデンの伝統的なハンデンマーク、オヤホルシュタインゴトルプ政策の一環だった。公爵夫人ソフィアは、1700年に大北方を、戦争が始まるまでの数年間、弟カール12世の宮廷を追っていた、遊興三昧の雰囲気の中で、パーティーにうつつを抜かして過ごした。 ソフィアは、生涯の大半を、スウェーデン宮廷で送り、1699年から、約1年間は、夫の両国、ゴッドオープで暮らしたが、1700年に戦争が始まると、母国に帰りカールベリ宮殿を主な住まいとしていた。帰国した1700年の春、ソフィアは、一人息子のカールフリードリヒを出産した。1702年に、夫と死別すると、ソフィアは、 ゴットルプ公爵位を継いだ幼い息子カールフリードリヒの摂政に就任した。とはいえ彼女の生活の中心はあくまでスウェーデン宮廷であり、夫の両国を訪れることは滅多になかった。彼女は広告のさまつな行政は、暴富の弟のリューベック司教クリスティアン・アウグストに任せていたが、重要な政治決定に関しては自分の承認を得させてから行わせた。 スウェーデンでは、ソフィアは息子を、子供のない弟カール12世の後継者に、しようともくろみ、ソフィアを指導者とする、ホルシュタイン派は、彼女が1708年に亡くなるまでは、ストックホルム宮廷で、最も勢力を誇っていた。ソフィアは、ハノーファー選定校生士、ゲオル・クアウグストなど、持ち込まれる、再婚の縁談をすべて断り、 オーロフ・ギレンボリという青年貴族との恋愛を楽しんだが、祖母ヘイトビヒエレオのオーラはこのジョージに立腹していた。ソフィアは優れたファッションセンスを持つ美しい王女で、弟カール12世と非常に親密でもあり、カール12世は姉の死に大きな衝撃を受けた。ソフィアの意外は1718年にカール12世が死ぬまで埋葬されていなかったという。 カール12世の死後、ソフィアの息子、カールフリードリヒが、スウェーデン王に擁立されるはずだったが、ソフィアとカール12世の妹で、ヘッセン派のオス・ウルリカ・エレオノーラが先手を打ち、早々と王位を継承した。ありがとうございます。